曜日といえばドラえもんの日だけだらいな。結構似てる。マジで結構似てた今のは。やっぱ結構ねモノマネ得意、そういうとこあるわ。本日は久々の YouTube な気がしますね。ショートで、なんかショートって見やすいと思うんですよね、短いから。なんでそこで爬虫類は可愛いっていう、もう可愛いっていう押し売りでショートは載せていきたいと思ってる。でも昨日のやつは本当に可愛かった。っていうかやっぱり短いけど伝わる爬虫類の魅力、もっともっと世の中に爬虫類が受け入れられるようになると幸いでございます。ということで新入荷取っていきたいと思います。数は多いんだけど種類が多くないんですよ。本日は3種類紹介していきたいと思います。コロンビアレインボーボアです。結構小さい、まだピンクマウス M サイズでもすんなり飲めちゃうサイズなんですけど、コロンビアね、これはちょっとあれだわ、伝わりにくいね、これじゃね。ライトとか日光が当たるとギラギラに輝くレインボーボアのコロンビアは、結構大きくなるともうその光がだいぶ目立たなくなってしまうんですが、この渋い中にもあるこの柄と顔の可愛さ、全然飛ぼうとしてるけどね、私にとても可愛いと思います。一応ね2匹入荷してるんだけど持ちたくないっていうね、もう飛びます飛びますって感じやん今。小さい時より確かに大きくなった方がまだいいかなってところはあるけども、まあまあね、こんな感じで、おいおいおい、誰の許可を取って取ってんだいっていう感じの、まあオラオラな感じが結構あったりしますね。またかよって思った人、カエルです。いやめちゃん、ほーんとスーパーウルトラミラクルもっちりボディの彼らです。はい、ね、かわいいちゃんでしょ。触るときは手を冷やしてから触ってね。カエルさんが人間の手の熱で火傷しないように気をつけてください。めっちゃかわいいでしょ。私の手が小さいにしたってほら、ああもうこっち向いてんのかわよ。手を使う人たちや、ほんとカエルかわいい。こう見て生きてるよみたいな、かわいいね、ガキ抜くの。はい、あっち向いてるんじゃないの、ほらかわいいよ。いやめ、スーパーウルトラミラクルもっちりボディがチャームポイントです。私と真逆なタイプのね、ボディをしてるけど降りて、逆にね降りてほしい。あるあるですね、カエルある。あ、降りましたこんな感じでまた5匹おかわりしてしまいました。でですよなんかポップコーンみたいになってんだけどなんか前回緑式が可愛すぎて、結構長めにね動画で紹介させてもらったら2匹しか入れなかったのを、2匹買っていこうわっつって、マジマジで、あマジで、ああありがとうみたいな、寂しかったんですよ実は。なんでまた前回よりちょっとしっかり育ってるよね。この子で一回りぐらいで、二回りぐらいみんな大きいから。緑匹の何がすごいって、目が本当に綺麗。すごいなんかもう宝石みたいなお目目をしてるの。あとこの何、親父か。おっさんなんだね。引きはそして人間っぽく、おいこんな感じで、ちょっとケースが小さいのでもっと大きいのに移そうかと思っております。緑引きはドレミファソラシ、こんな引きありますね。みんなとっても元気な子たちです。踏むな踏むな、何かといっぱい入れると踏みがちなのでね。緑引きちゃんもおかわりしちゃいました。おかわりしがちなんよね、カエルに限って。だって可愛くない、カエル
もうなんか認めたら楽になりますよって言われたので、ついに認めようかと思ってます。私はヘビの人です。認めないっつってまあヘビはまあこういう風に動きがあまりある種類ではねないので、ヘビの良さっていうのはもう生きてるだけで丸儲けなんですよ。あの子たちはもう息をしてるだけで可愛いんですよ。カエルもそうなんだけど、カエルやっぱ動きがあるんで見てても楽しいっていうのがねあるんで、ヘビは見ててもなんか朝から晩まであなたそこにいましたよねみたいなこと多いんですけど、ヘビの良さっていうのはなんだろうね、本当あれがもう実在してるだけで全てだと思うんですよ。こっち向いたらもう可愛いし、食ってても可愛いし、怒ってても可愛いし、噛まれても可愛いんですよ。で、噛まれたらまあ愛情表現だと思っちゃうので、なんだ私のこと好きだったの言ってくればいいのにもうってなっちゃうから、余計好きになっちゃうんですよね。ただここで気づいたことが一つあるでしょ、この虹触んなかったやんけお前みたいなやつ、ひよってんじゃねえよみたいなやつ、いや違う、変わってするのがめんどくさかっただけです。慌てをしてこうやんないといけないじゃん。もし噛まれたら、あらあら噛んじゃったねって、昨日のショートを見てくれた人は分かると思うんですけど、噛まれても感動でみたいな感じなの、噛んでる間違ってるよっていうぐらいなので、血が移っちゃうとまずいなと思って言い訳です。それではこの動画をいいねと思ったら、あっチャンネル登録高評価お願いいたします。会えなくて寂しかったでしょ。まあ YouTube もショートだけじゃなく頑張っていこうと思います。またね、バイバーイ。